こんにちは、水沢 VLBI 観測所所長の本間真樹です。直径20メートル、ベラの電波望遠鏡です。私たちはこの望遠鏡4台日本列島に配置して宇宙を観測しています。4台の望遠鏡から出る観測データはすべてここ水沢に集められます。そして相関処理を行うことによって日本列島の大きさに匹敵する直径 2000km の巨大な望遠鏡を合成することができます。このような技術を VLBI と呼んでいます。この VLBI という手法によって私たちは天の川銀河の地図を作ったり、ブラックホールの詳細な姿を描き出したり、このような研究を進めています。また日本の電波望遠鏡と韓国、中国の電波望遠鏡を組み合わせた東アジア VLBI も推進しています。さらに将来は国際協力で建設する超大型電波干渉系プロジェクト SKA 計画、これにも貢献していきたいと思っています。